Okay, guys, welcome to Bocchi Zoroku episode 6. I was listening in the shower to the song they played in the audition, and I had to just go and watch the next episode. So if you'd like to see full uncut and unedited reactions, you can check my Patreon. And let's go. Ikuze. Okay. コミショでギターが大好きぼっちな女の子ギターは友達いたいななんて思ってたら私たちとバンドやろうとひょんなことから愉快な仲間たちとロックバンドを組むことになっちゃったそこから毎日大忙しこの前も店長さんからオーディションに合格しないとライブには出さないと言われて大慌てバンザイバンザイのはずの後藤一人に立ちはだかる巨大な壁チケットノルマ5万バンドメンバーと家族以外知り合いがいないのに大ピンチどうするどうする後藤ライブまであと10日なのに父母妹犬 あと1枚はおばあちゃん Yeah, never mind. I mean, she would go to see Hitori playing in the band, right? I feel like she would come, definitely. あと2人もライブハウスに入れないだろう。5歳だし。So she needs three people. Damn. What is happening? お母さんの友達呼ぼうか？Yeah. お姉ちゃん、誰もお友達いないもんね。お姉ちゃん、話さないだけで学校にたくさんいるんだよ。嘘だ。冗談でもそんなこと言っちゃダメだよ。痛みがわかる子になりなさい。お母さん、友達に声かけるね。大丈夫。But why not? So Bocchi is gonna try to get some friends? Is she able to do that?見えなんか貼るんじゃなかった。Yeah. こういうのは手書き手作り感があった方が好感持たれやすいってネットで書いてあった気がするよ。よく考えたらコミュ障だからビラ配るとか無理だった。Someone's gonna get them, right? お友達来てくれるみたいです。よかった。なんか売れた。ぼっちちゃんはどうかな。今日は来る？新曲もみんなで合わせたいし。みんな順調そう。正直にノルマ無理っていう。でも。Ah, this is a hard position for you. ノルマ分がさばけない人はクビだよ。バイバイ、ぼっち。She would never say that. 深い人脈をたどって、素敵で陽気なギタリスト探してきました。イエーイ。Who's that? Is she homeless or what? A to use. Okay.They're just like my videos. She is not very ladylike. かわいい名前。お酒はほどほどにしないとね。
って言ったそばから飲んじゃうんだけどね。向かい酒。Is she still drunk? って未成年だっけ？で、あれ聞いてる？なんでさっきから絶対ヤバい人だ。Yeah, just run away. 逃げよう。どうする？お酒飲むかやっぱり。私はこれで。あ、ギター。弾くの？ギター。私バンドやってんだ。インディーズだけどね。この人楽器やる人？なんかわからないけど怒られる？ Why？ 見せて。最近の若者はロックを舐めるな！あ、いや、これ買ったはいいんですけど、1日で挫折して今から質屋さんに売りに行くとこだったんです。え？もっとふさわしい人にこのギターを使ってもらって大空へ羽ばたいてほしくて、私は全然弾けません。すみません。あ、何円で売れるかな。スタート。待って、売るのはいつでもできるからさ、もう少し続けてみたらそのギターにふさわしい人になれるかもよ。なんちゃって。思ったよりまともな人っぽい。ごめんなさい、今の話嘘です。え、すごいスラスラ嘘つくね。おお、いいギター、大事に使ってるんだね。ありがとうございます。私はベース弾いてるんだ。お酒とベースは私の命より大事なものだから、毎日肌身離さず持ってるの。ベースはどちらに？居酒屋に置きっぱなしだ。取りに行くよ、ひとりちゃん。ぼっちちゃんから返事来た？いまだする。さっきのラインまずかったかな。いや、そんなことは。今日は自主練の日ですし、単純に忙しいだけかもですよ。でもどうしよう、ぼっちちゃん追い詰めちゃってから。 Well, you date, kind of. ああ、大丈夫かな。私のマイベース。Are they gonna play in public and get some of them to the concert? Damn. 気づいたら日昇ってるし、全然知らないここに来てたんだけどね。何時間飲んでるんですか？打ち上げが10時からだったから、まあ半分意識ないからね。お酒好きなんですね。うん、だってお酒飲んだら全部忘れられるからさ。つい全部？ほら、将来の不安とか年金問題、地方の過疎化、貧困格差。私はこれを幸せスパイラルって呼んでんだ。幸せスパイラル。あ、いや、優しい幸せだ。Yeah, that's kind of sad, I must admit. ちゃんも大人になったらわかるよ。お酒に溺れる私。お母さん最近ついにハロワ行けって言わなくなったな。きっと孫のお世話で忙しいんだな。このままじゃダメなのわかるけど、もう人生頑張れないや。お、高校の頃バンド組んでたの。なんだかんだあの頃の私ってキラキラしてたんだな。みんな今頃何してるんだろう。顔を合わせても何を話せばいいのか。君もしや結構ヤバい子。そういや、ひとりちゃんは何してたの？私はカクカクヒカヒカマルマルウマウマ。なるほど。 A lot of MPC。 すごく同情してくれてる。チケット売るの大変だよね。私も最初の頃はすごい苦しんだな。Damn, nice. 命の恩人のために私が一肌脱いであげよう。準備して。私と君で。Play in public. 今からここで路上ライブ。Damn! 路上ライブ？そう。ビラもあるし、路上ライブで客呼んで。チケット買ってもらうのが一番いいって。あ、でもアンプとか路上ライブの機材何もないか。じゃあ残念ですが別の機会に。あ、もしもし、私生きてます。
Not the correct display. Oh my god. I mean, if she's drunk every single day and she's just dropping on the floor, then yeah. いや、君もやるんだよ。え、外でギター弾いたことがない？そんなに怖いなら目つむって弾くとかなんて。人見知りなんだね。それならいけるかも。But can she play with her eyes closed? Like, do you need to look at the... 今目の前にいる人たちは君の戦う相手じゃないからね。敵を見誤るなよ。え、学校での後藤さんですか？そう、想像できるっちゃできるんだけど、そのやっぱりぼっちなの？ズバッと聞くな。おい、クラスが違うので教室での様子とかはあまりわからないですけど、誰かと一緒にいるところは見たことはないですね。それじゃあ始めますね。曲はこの子のバンド、結束バンドのオリジナル曲です。おー、あれ？ほら、弾くよ。はい。ギターの練習とかは一緒にしてくれるんですけど、でも私の友達とお昼食べようって誘うともうダメで、教室に行ってもいなくて。はあ、この人即興なのに音に全く迷いがない。すごく自信に満ちた演奏、音だけでわかる、楽しんでるって。それに比べて私はお客さんに笑われてないかな。Come on, look up. Gambare! come on, go on, play it. Yeah!ひとりちゃん、本当はこんな風に弾く。Damn! 面白い。ここにいるのは、君の演奏が聴きたくて立ち止まってくれた人たちだ。この短時間でちゃんと気づいて欠点克服するなんてすごいじゃん。She got another friend. これからたくさんライブしたら。もっとこんな顔が見れるのかな。見れたらいいな。おお、The flyer。ひとりちゃん、よかったよ。あ、ありがとうございます。My she's still drinking。食べてない。片目しか開けてなくて。ごめんなさい。そんなすぐに全部買えるのは無理です。はい。このライブのチケット買ってもいいですか？ Damn, nice。よかったね、ひとりちゃん。あれ、感動してフリーズ？おお。あの、本当にいいんですか？買っていただいて。ひとりちゃんしつこいぞ。だってその初めて路上ライブ見たけどすごく良かったです。今度のライブも頑張ってくださいね。So she needs to sell one more, but I guess that how's she called? Yeah, this girl will just go.なんで泣いてるんですか？ごめん、うるぐしやおじスパイラル決めるから。すみません。ここでのライブはやめてください。ごめんなさい。警察、脅される？されない。まあでも怒られちゃったし、この辺で終わりにしよっか。One more ticket。そうだ。浮かれきっていたけれど、まだあと1枚残ってるんだった。4枚も売ったんだ。最初にしてはちょうどき。Well, you sold only two. それでノルマ達成。I don't think you can count your mom and dad. もちろん。私、普段新宿拠点に活動してるから近いし、このライブハウス知ってるし、鬼コロ5本分以上のライブ期待してるよ。はい。また一緒にライブしようね。バイバイ、ひとりちゃん。I still don't know her name! Oh my god! チケット買ったらお金なくなっちゃった。電車賃貸して。
たかった。Oh my god。なんか覚えある。くち。バンドマンお金なさすぎる。花火。今日練習行かなくてすみませんでした。あとチケット全部売れました。送信と。あとチケット全部売れましただそうです。ぼっちちゃん絶対嘘ついてるよね。やっぱりこのロインがプレッシャーになってたのかも。 No way。 今優しく They didn't believe her。 Nice。 Okay guys, thanks for watching Bocchi the Rock episode 6. If you like this reaction, then press the like button and subscribe to my channel. It would really help me and I would really appreciate it. And if you'd like to see full uncut and unedited reactions, you can check my Patreon. The link will be down in the description, so don't hesitate and check the link for early access. See you guys in the next episode. Mattane!